応ひまりたちもその進行管理みたいなまとめてくれる人はいるよ。一人だけど死にそう。どんな仕事ですかって前に聞いたら、はまらないピースを削って無理やりパズルをはめる仕事って言ってた。って言ってた。だから大変なんだろうなって思って。でもマネージャーかって言われるとどうなんだろう。一人時代はライブラリーは会社の束縛が緩いなって思ってた。配信時間を社長が把握してなさそう。社長はさ、現場にいる人じゃないから多分知らないと思うよ。普通の社長って多分多分その、ね、配信とか管理してるのって現場にいる人だから、まあ、社長が現場も担当してるとこだったら把握してないとまずいけど、二人でいた時は社長は現場にはいなかったからね。そうそう、経営層だからね。そうです、役割がね違うんだよ。そう、なんか配信、まあゲリラでやることはあったし、急に変更することは確かにあったかな。そうです。でもまあ被らないようにやってたけど、もうそろこれ以上増えたら被らないとか無理くないってなるよね。なんか昔ホロライブとかさ、あれだよね、なんかホロジュールみたいなのでさ、みんな1時間ずつで被らないようにしてたよね。ライブラリーも人数増えたもんね、忙しくなるわけだ。まあそうね、なんかでもどうなんだろう、結構ね、その何か決定権ある人がね、人が足りない面接をする、面接をすることで人が足りない、もっと面接をする、人が足りないってループになっちゃってたから、なんかそれは新しく育てるとかよりも、今いる人たちでちゃんと役割を明確化してね、え、少ない人数でも回る仕組みをやった方がいいのではっていうふうになって、地獄のループができた。そうそうそう、そうなんだよね。だから本当にここ最近までそうだった。だ、基本的になんか間に合わなかったり連絡ミスがあったのはそれが多かったかな。今は結構そのそれをちゃんと直そうってなってね、なんかいろいろやってるみたいだけど、まあ直そうとしてる時期だからやっぱりね漏れ多いね。ポップアップショップのその動画とかも漏れなんだけど、連絡漏れだったんだけど、そう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 。そうなんだよね。まあだからまあより良くしようとしてる時のミスはまあしょうがないかなって感じ。人が少ないと自分の中で、ね、仕事効率化して別の人に引き継げないとかなりね、そうだよね。なんかそういう時ってさ、どうしたらいいの？なんかそういう地獄のループ入ってる時ってさ、みんなの会社ではどうやって解決してるんだろう。なんかうちはまあ人を取ろうとするよりも自分たちの中で効率化していこうみたいな感じなのかな。まあ確かに。純が言ってくれたのは結構一番な目指してる理想的な場所かもね。一回潰れ一回潰すか。ユニクリエイトをぶっ潰す。
変えるか。なんかあえてメモリクリエイトとかにして。あの末子相続制にして。末子相続制にしてメモリクリエイトにする次。うん。保健さんやパートさんを一時的に雇って、ああそういう風にやってるんだ。なるほどね。なんかさ、アルバイトってさ、難しいなって思うのがさ、あのひまりたちのプライベートを晒すことになっちゃうから、まああの合わない仕事だったらね、まだいいと思うんだけどさ、その辺がなんかその半端にね、あれすると難しいとこだよね。そうなんだよね、リスクがね。うん、そうそう、確かにね、そっか、アルバイトとか派遣さんを雇って、あんな簡単な業務割り振ってみたいな、確かにそれ、そういうことをするのか、一般企業だと。そう、情報管理がね、また課題になっちゃうんだよね。絶対やらなきゃいけない仕事をひたすらやる。教えて、頑張れ。嵐が過ぎるのを待つ。どれ、畑の様子でも見に行ってこようかな。どれ。そうなんだよね。一時的にスタッフの仕事剥がすのは大事。まあそうだね、確かに。マリちゃんデビュー直後からツイッターメディアスタジオを使ってたから知識ありそう。何それ、ひまり知らないんだけど。それ何のね、何のやつ。某監督のレシート晒したい。そうやな。慣れてないとアルバイト、派遣を雇ってもその人たちの管理指導に人手が割かれそう。まあ、そうね。なんか割と感覚でやってる人たちが多いからさ、教えるの多分下手なんだよな。多分ね、そう、教えるの上手な人がねいないんだよね、うち。それもね、それも辛いとこだよね。うん、そう、なんかもうみんな結構手探りでやってきた感あるからさ、システム化がマニュアルとかないんじゃないかな。マニュアル見たことない。なんだマニュアルって。どうなんだろう、あるのかな、スタッフさんにはあるのかもしれないな。人を教えるのってめちゃめちゃ難しいよね。メモリマニュアル。うちの職場は職務上教育はしっかりしてます。大事だね。畑の様子は見とかないと保険金変わったり、増水した人が他人の畑にも被害出たりらしいから許してあげて。そうなんだ。でも死んだら元も子もないもんな。そう、教えるのに一時的に人が減っちゃうからね、その辺大変。スタッフ用のひまりちゃんのマニュアルみたい、売ってほしい。ブースで売る。なさそうだけど。それって重要な仕事やってる人が抜けたらめっちゃやばいパターン。もうね、あー、そういうこともあったね。多分ユニクリエイトがね、これできそうって言ってたけど約束守れないのが多いのってね、それめっちゃ多いね。よし、立て直したぞってところでなんか力が抜けちゃって、やめちゃったりとか、体調崩しちゃったりとか。なんかね、そういうのがね多かったね。だから見通しが甘い部分も、まあ、多分ね世間一般的にはあるんだろうけど、なんか
いや、立て直した、これでいけるぞって時に何か起きるぐらいのあれが多かったね。そう、無理してるからなんだよ。そう、それなの、それなの、マジで。そう、いや、もうあれだよね、なんか働き詰めで定年退職した人が急に気が抜けて大病を患うのと一緒だよね。そう。結構大変なんだけど、属人化を防ぐためにもスタッフは増やさないとダメですよね。根も多いなって思う。根も多いなって思う。なんかね、どちらかというと、仕事に偏りがありそうだなって思う。なんか、誰かはすごい忙しくて、誰かは定時に帰れるみたいな感じだったから、その忙しい人の業務を分けて均一化できたらいいんじゃないかなって思う。そう。新しい仕事もらうと、まずブラックボックスになってる場所をなくすように調べて対応しながら、使用書も作ってくださいとか、意味はわからないこと結構言われる。よかった、意味わかんないって言ってくれて。読みながら、なんだって。そうそう。そうなんだよね、属人化の解消はむずい。まあ確かにね。まあ今んとこも特に問題なのが、あれよな、動画編集の人が少ないのを、まあ誰かに分けるみたいな仕組みはなんか若干ね、できそう。そう。現実逃避できない配信。確かに。つら。心まで湿っていくわ。つら。ひまりもそろそろ秋葉原動画を久しぶりに撮りたいなって思ってんだよね。もう最後に撮ったのが結構前だからな。ただ雨なんだよね。梅雨がさ、梅雨がですね。そう、動画がね、動画編集委託って思うじゃん。なんか動画編集こそ外部委託すればいいじゃんって思うじゃん。それひまりもね、提案したんだよ。なんかね、やっぱね、動画編集って素人が思ってる以上に本当に大事な役割だから、なんか誰でもぶっちゃけ編集ソフトって扱えるんだけど、センスとかやりたい方針教えるのがめちゃめちゃ大変なんだって。そう。まあでもそれはね、わかる。編集って大事だよね。そうそうそう。もうノウハウバチコリ入ってるんだよね。そうなんだよね。どこを大きくテロップにするかとか、どことどこを切ったらテンポいいかとか、そういうのってセンスだからさ、意外とね、そういうのはね、なんか、外注大変らしいよ。うん。うまくね、いい外注さんが入ればね、すごいいいと思うんだけどね。そう。素人意見だけど、編集に個人の癖は結構出ると思う。いや、もう出ると思う。これ誰々さんの編集だな、みたいな。わかるもん、見てて。そうなんだよね。更新の発注書への言語化ができないと辛い。そうだね。いい外注さん、そもそも超絶忙しそう。うん、確かに。なんか今結構、動画編集さんと取り合いなイメージあるね。ライブラリ確立の動画じゃないから特に大変そう。ああ、バラバラでみんなやってるってこと？まあ、確かに。そもそも扱ってるジャンル違うしね。そう、そうなんだよ。その、編集さんに頼むにも、暇になったらエロゲの知識がいる編集さんがいるとか、あと、まあ、工作の知識
がいる編集さん、ある編集さんとか、なんかそういうのがね、いるから、なんかそういう面でもね、大変なんだよね。